それまではね、やっぱりその都度あの違う素材も使う し、違うその、紙というか、まあ、フレスコの場合なんか、まあ、それに近いような材にしてから使ったりしてますから、まあ、その都度またなんかこう新しい挑戦があってですね、楽しいなと思いながら書いてますけど、Thank you.